ようこそ我が玉座へ。まさかアリオッチを終わらせてあげるとはね。ジェラール・ダンテス。メルキオルも。ああ、僕のことは気にしないでよ。せっかくのボスの晴れ舞台だ。余計な手出しをするつもりはないからさ。あの飛行船を呼んだ誰かには個人的に拍手を送りたいけどね。捨て置け。住んでいた町が、家族が、大人たちが消し飛ぶのを遥か高みから目撃する。そんな恐怖を子供たちに送るのも一興だろう。クソ野郎が。よくもそんなことを。余計なごたくは結構だ。いい加減このゲームもうんざりでな。わざわざ付き合ってやった相手に安い挑発はそこが知れるってもんだぜ。確かにそうかもしれん。もはや残ったルールはただ一つ。俺が勝つか、お前たちが勝つか、それにより下されるジャッジのみ。反応平均。バーゼルの天才教授がそそのかされて手掛けたっていう。警戒するな。あくまで未完成品だ。この異物なくしてはどうあっても起爆不可能だからな。映像にも映っていた。なんて禍々しい息吹。かつてカルバード王家が秘匿していた聖剣にして負けん。王国滅亡後教会が回収しようとしたが、結局行方知れずだった特級封印指定物聖魔剣アペイロン。どうしてお主がそれを持っている。そのような名と来歴が。つうか言えよじいさん。半ば伝説上の遺物。元守護騎士殿も確信はなかったようだな。どうしてという問いへの答えは簡単。俺が正当な後継者だからだ。俺の本名はジェラール・エルダリオン。これでも旧王家の末裔でな。この玉座に座る権利もあるわけだ。ちなみに滅びた王家がなぜ生きながらえこうして末裔が残っているのかだが、100年前の当時から存在していたある教団に保護されたのが理由だ。DG 教団。かつて共和国でも猛威を振るい庭園のもとにもなったという。破壊に消えたんだ。そう、僕たちのもう一つの前身さ。ちなみにもう一つは破壊本人と僕が所属していた月光木馬団でね、黄金蝶ともう一人連れた彼に7歳で見捨てられちゃったんだけどね。でも好きに庭を作っていいって言われて、それはそれで楽しかったもんだよ。皇帝と出会って教団の残存勢力も取り込んで、アリオッチやオランピアも仲間にして、旧王家の末裔で元教団幹部司祭だった彼、アルマータを掌握したばかりのボスと運命的な出会いをしたんだから。それじゃああんたの目的は。旧王家の末裔として共和国を転覆、もしくは元教団の関係者として。ああ、そんなものに興味はない。100年前の民主革命にも王権復古にも増大する移民どもにも、親たちが長らえるためだけに寄生していた教団の教えにもな。そこにあるのはただ終わってしまったことへの退屈さだけ。過去への妄執も女神への反発も、いや努力も友情も愛も嫉妬も、およそありとあらゆる人の性の価値すら俺にとってはひたすら退屈。
だから求めた。紛らわせてくれるものを。そうして見つけたわけだ。恐怖という唯一無二の答えをな。帝国は闘争によって長き繁栄を得た。だがそれとは別に、恐怖もまた人を人らしくする根源たる概念だ。生も死も秩序も混沌も、全ての根底には恐怖がある。だから俺は究極の恐怖を求めた。ふざけんな。それで反応兵器に目をつけてキャラハン先生を利用したのか。ああ、確かにそいつは恐怖の理想的な体現だと言えるだろう。だが足りない。所詮は不安定な兵器。28万もの住民が仮に全滅したとしても影響は一時的だろう。よくてあのバベル、もしくはノーザンブリアを壊滅させた潮の食い止まり。だからこそ今回の謝肉祭を用意した。反応兵器を超える究極の恐怖を完成させるための予行演習としてな。話はここまでだ。それでは決着をつけるとしようか。ふざけるんじゃないわよ。桁外れの悪しき息吹ですが、負けるわけには。だがあの魔剣だけではない。おそらくキャツ自身にも何かがある。ええ、何かは分かりませんが、出し惜しみできる相手ではありません。分かってる。この最終戦、最初から全開で行かせてもらうぜ。メア！やっと出番ってわけね。さあバン、準備を。ああ、待とうぜ。うん、シャード解放、テイクザグレンデル。なるほどな。サルバッドでも見せてもらったが、それがお前の悪夢か。なんだ。メアちゃん、 AI の思考フレームが。おい、メアコ。違う、こんなの違う。私じゃない、こんなの私じゃないもん。消えた。何をしやがった。どうした、個性はまとったままだろう。さあ互いに証明し合うとしよう。俺の恐怖と貴様の悪夢、どちらが最後にふさわしいのかをな。来ます。さて、どれほどのものか、せいぜい見せてみろ。コード送信展開。続いてシャードブーストのチャンスよ。おまけだよ。やれやれ、期待外れだな。ドライブ開始。どんどん行こう。
てみせろ。その身に刻め、パンデモニアム。ラプラスコード起動。続いてチョーキは我らにあります。熱き炎よ、我に宿れ。ひざまずけ。そうでなくては封じの刃だ。うがて。チャンスです。全力でいきましょう。最大切り刻め。悪いな。この程度か。続いてください。大丈夫ですか皆さん。大いの光の栄光、我らに息吹を与えたまえ。これは助かります。ひざまずけ。そこまでだ。サテライトキュア。これは助かります。無駄です。勝機は我らにあります。任せたよ。うがて。頼みます。インドの最大よ。やれやれ、期待外れだな。今です。行きます。宝物無限、散りゆく花に別れを。終わりです。ザン秘技幻能舞踏。行きます。散りゆく花に別れを。はぁ、絶秘技幻能舞踏。ブーストゲージ上限解放よ。そこだ。全力でいきましょう。ジブリールガード。さあ、あがいてみせろ。その身に刻め。
パンデモニアムルーラーチャンスだ。ラプラスコード起動。思い通りにはさせません。削れました。こうでなくては。お願いします。シン・ディフェ封鎖メール最大財閥駆動。行くよ。クロ、みんなを癒して。助かりました。これはアーロンさん。ブーストレール差し切る。壁に切れて舞い上がれ。ほーなるほど、悪くはない。行くぜ。派手に切れるぜ。くっ、くっ、舞い上がれ。ほーらんべ。貫け、アマドンネイル。さあ、甘い手にせろ。その身に刻め。パンデモニアムルーラー。恐れよ、ロードオブドゥーム。恐れよ、そんなものか。逃さんぞ。恐れよ。それなりにはやるようだ。ほらよ、そこだ。はっ、とどめ。そうだよ、くらえな。
それなりにはやるようだ。やりました。少しは成長できたかな。まだまだここからだ。